11年式兵舎不評法。11年式兵舎不評法。11年式兵舎歩兵法とは、旧日本陸軍が大正11年、1922年に正式化した、合計 37mm の不評法。同時期に開発された、狙撃法と、同じく直射による、機関銃陣地撲滅を目的としていた。本砲は少し前に開発された、狙撃砲と、 同じく直射による、機関銃陣地撲滅及び、特化点の銃眼の狙撃を目的とする光リ 37mm の小型軽量の不評法であり、開発にあたっては、フランスのプミリ 37mm 不評の影響を受けたと言われる。本法は、方針後座式の下法であり、方針、方が等からなる。方針は単肉構成で、全長線メートル。 閉鎖器は半自動垂直左線式である。閉鎖器を含めた方針重量は2 7 8キログラムと狙撃砲の4 2ラムより軽量である。揺らかは内部に中大気を収納し、方耳により方がと連結される。方がは前足と二つの後ろ足からなる三脚式であり、前足の上下により方針軸の高さを5 5トルから3 8トルまで。 変更できる。三脚化前方には、運搬に用いる、日下げ根の挿入部2つを有し、右の写真のように日下げ根を挿入したまま運用する、こともある。三脚化の重量は 42.6kg である。照順器は、高低照順器方向照順器からなり、漂弱メガネを持って、直接照順を行う。照順眼鏡は、倍率3倍、視界12度である。 11年式弊社風評法の戦法隊、分体は、指揮官、可視官1名、兵10名、砲手8名、魚兵2名、ラバ2頭、法馬、弾薬馬からなる。本法の移動は分解して1馬だ際、または結合のまま、ひさげ根を装着し4名、分解して7名による、比漁搬送による。砲画は、計三脚式で皇帝の日勢を選択でき、 高姿勢時の最大行角16.5度、同深角3度、低姿勢時はそれぞれ10度、9.5度である。本砲は戦車砲としても使用され、陸軍の保有するルノーコ型戦車の一部は本砲を装備していた。本砲の一部が車載されたことから、95式系戦車や97式系装甲車の手法である94式 37mm 戦車砲は、 本法の改良車載型であると言われることもあるが、開発経緯や砲弾の創薬量等の点から見て、本法というよりも狙撃法の車載改造型に近いものである。本法の砲弾は94式鉄鋼弾及び94式榴弾が開発されるまでは波行榴弾のみが用意されていた。波行榴弾はどの目標も撃てるように考えられた一種の多目的弾で、 弾頭部の厚みを増した海軍でいう通常弾と同じような構造である。最初に開発されたのは11年式榴弾であったが、戦車に対する射撃試験で、原生榴弾は全く効力を有さないことが判明した。また11年式大用弾は、弾体が中鉄製であることから生産が難しく、コストが高くつくことが問題になった。そこで波高榴弾については、 大正10年2月より、ニッケルクローム公団及び、弾頭に検証団を試作して、試験を実施した結果、2次、検証団は、ニッケルクローム鋼弾と、同じく装甲板に対し有効であることが判明した。8月の戦車、野ーボを立て、機関銃に対する結果実用性を認められて、原正団に代わる、箱榴弾として12年式榴弾として、仮正式化し、 また大用弾については、玉体を軟鉄製に改めて12年式大用弾として、同じく仮製式化された。これをもって11年式榴弾及び大用弾は、廃止が決定された。12年式榴弾は、距離600メートルで、英国製8号型タンクのニッケルクローム装甲15ミリメートル、距離1000メートルで、 英国製 A 型タンクの同走行 12mm を貫徹することが可能であった。また、昭和6年に実施された、ルノー高型戦車に対する想定距離 380m での射撃試験では、新艦が着発式のため内部に及ぼす効力は少ないものの、走行板に大なる破壊と亀裂を生じるなど、開発当時の走行車両に対し十分な貫徹能力を有していた。 昭和3年の対戦車戦闘法によると、12年式榴弾はより、新型の日本製功処成防縦後半に対し厚さ1 0ト、mm、ル以下の合わせは射距離1 0 0 0ル以下、厚さ1 5ト、mm、ルの場合は、百4 0 0ル以下で、それぞれ貫徹するものの厚さ1 7ト、mm、ル以上の場合はいかなる距離でも効力を許さないとされた。榴弾としては、作薬量が少なく、 機害半径が5メートルほどしかなかったために敵陣地に対する効果は低かった。12年式榴弾は1920年代末期に登場したルノーオツ型戦車や89式中戦車など改良された装甲を有する新型戦車に対しては威力不足を指摘された。そこで本砲及び狙撃砲に用いる目的で姿勢鉄鋼弾が開発され試験では 距離200メートルで25.4ミリメートル、距離270メートルで20.5ミリメートル、距離600メートルで15.6ミリメートルのニセコ鋼板を貫徹できることが確認された。しかし弾体効力が不足しており、また対戦車火砲として新たに高所速の速射砲の研究が開始されたことから、 本砲弾は94式 37mm 速射砲用弾として再設計されることとなり、94式鉄砲弾として正式化された。本法も94式鉄砲弾を使用して対戦射砲としての役割を担うことが期待されたが、軽量化のため各部があまりにも華奢であり、創薬量 5mm 砲径約 51g を増すことができなかった。 このため94式鉄鋼弾を使用すると、砲弾重量が重いため、初速秒速437メートルと94式榴弾の初速451メートル秒より遅くなり、貫鉄能力に限界があったため対戦車任務に、関しては94式速射砲に更新されていった。同様に、波行榴弾の榴弾としての威力不足に関しては、 速射法用に開発した94式榴弾を弾頭に使用することで、機外半径は7メートルに増大し、また新艦は、瞬発式の93式小瞬発新艦となり、信頼性そのもの増した。しかし依然として、機関重陣地に対しては、威力不足であったため、この任務に関しては、合計70ミリメートルで、効力半径22メートルを有する92、 式府標法によって更新されていくことになった。昭和十三年には満州事変で押収された榴弾が十三、式榴弾として純正式化された。本砲弾の形状及び弾道性は十二年式榴弾とほぼ同一であり、着弾による効力半径は九十四式榴弾と同じく七メートルあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。